ドミトロルボビチ・クレバノフは、ウクライナの作曲家、ハリコフ出身。ハリコフ音楽院で、ピアノ、バイオリン、指揮を学び、作曲をセミオンボガティレフに指示した。1926年に卒業。その後ハリコフ音楽院の講師となり、1930年代後半から1940年代前半に、かけて作曲した、バレエ、バイオリン競奏曲、還元楽曲は、 モスクワとキエフで広く演奏された。しかし不幸なことに1945年に作曲した公共曲第一番バビアールの犠牲者の思い出にがスターリニストたちから反愛国的であるとの批判を受けた。この1940年代後半のジダーノフ批判の嵐の後、クレバノフは政治的に正しい社会主義リアリズム作品の作曲に30年を費やした。 こうしてクレバノフは忘れられた存在となったが、1983年にバイオリンビオラ奏者のメーラデネンバウムが彼のビオラ競争曲を演奏して好評を博したことにより、再び注目された。そして日本の俳句のロシア語訳をもとにした日本のシルエットを作曲し、復活を果たしたかに思われたが、1987年に80歳の誕生日を目前に死去した。 なお教育活動の面では、1960年にハリコフ音楽院の教授に就任し、教え子にビクトル・ススリンらがいる。ありがとうございます。